金融危機への道を突き進む中国。不動産バブル崩壊、債務残高の急増で大ピンチに。世界有数の経済大国である中国が深刻な金融危機に陥るかもしれないということをご存知ですか？年々増加していた中国の債務残高は2008年からの15年間で倍増。さらに政府が実施した3つのデッドラインにより不動産企業の資金繰りが急速に悪化し、ついに不動産バブルが崩壊してしまったんです。不動産バブル崩壊の次は金融危機が発生し、それが進めば景気が後退していき、中国経済が崩壊の一途をたどることは想像に難くありません。今回は債務残高の増加や不動産バブルの崩壊に見舞われる中国経済と、いずれ訪れるかもしれない金融危機の仕組みについて深掘りしていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。2023年10月から12月期、中国の債務残高が国内総生産 GDP 対比で 286.1% にまで上昇しました。これはアメリカの金融情報データ提供企業であるブルームバーグの推計でもあり、中国専門家の中には実際の債務残高はもっと高いだろうという見方をする人も多いんです。中国の債務、すなわち借金が中国国内で生み出された商品やサービスの付加価値を大きく上回っているわけですから、中国経済が大ピンチに陥っていることは一目瞭然ですよね。またブルームバーグによると、2008年末の時点で中国の債務残高は GDP 対比で 141% でした。つまり2023年までの15年間でほぼ倍に膨れ上がってしまったということなんです。一体なぜこのような事態に陥ってしまったのでしょうか？中国政府は2008年のリーマンショック後、 GDP 成長率を高めるべく借金を増やして不動産やインフラ投資の積み増しを行いました。思惑通り GDP の成長率は上昇し、2011年半ばまでは前年比 10% を上回っていたんです。マンション建設が盛んになり、それに伴い基礎資材の生産や雇用機会も増加しました。しかしその陰で借金は膨れ上がっているわけですから、当然このやり方には限界があります。中国政府は借金返済への懸念を払拭すべく、2020年8月に3つのデッドラインを設けました。3つのデッドラインとは、中国国内の大手不動産企業に対して設けられた3つの財務指針のことです。その内容は、総資産に対する負債比率を 70% 以下とすること、自己資産に対する負債比率を 100% 以下とすること、そして短期負債を上回る現金を保有することです。これら3つを守れない不動産企業には、銀行融資の規模などを制限するというペナルティーが課せられました。実際に中国の大手不動産企業である恒大集団が複数の指針を破っているとされ、新たな借入を制限されたという例もあります。中国政府は不動産企業にあまり借金を増やすんじゃないぞとプレッシャーをかけたというわけですね。しかし突然規制が設けられたことで、不動産企業の資金繰りは急速に悪化。その結果、順調に拡大していた不動産バブルが崩壊してしまったのです。もちろん中国政府は不動産バブル崩壊までの過程をただ手をこまねいて見ていたわけではありません。その都度それ相応の政策は打っていたものの、目立った効果はなく、住宅価格の下げ止まりも見られないというのが現状なんです。そんな中、中国が景気対策のために行ったのが国債発行を徐々に増やすこと。それによって国債残高は急増し、バブル絶頂期の日本やアメリカを上回ってしまったほどなんです。ではバブル絶頂期の日本とアメリカの債務残高はどれくらいだったのでしょうか？国際決済銀行 BIS によると、日本の資産バブルが絶頂期を迎えたのは1989年末。資産バブルとは理屈での説明ができないほど株式と不動産の価格が高騰した経済現象のことを指します。その時点で家計と一般企業の債務残高は
GDP 対比 201.0%、 そして住宅バブルのピークを迎えた2005年9月末の時点でアメリカの債務残高は GDP 対比 154.1% でした。その後、日本とアメリカでバブルが崩壊し、景気が急速に悪化しました。リーマンショックが起きた2008年9月末のアメリカの債務残高は GDP 対比 169.9%。 日本とアメリカの例を見ると、改めて中国の債務残高が危険水準にあることがわかりますよね。中国の債務残高の増加傾向は今後もしばらく続くことが予想されています。その一方で一向に進まないのが不良債権処理です。このままでは中国全体で債務不履行のリスクが増していき、投資家が中国株を投げ打ってしまう可能性も高まってしまいます。実際、2024年の初め以降、中国株を売却する投資家は増加したんです。外国為替市場で人民元にさらなる下落圧力がかかれば、中国株を投げ売る中国の個人投資家も増加することが予想されます。その結果、中国からの資金流出が勢いを増していくことも想像に難くありません。もちろん、中国のこのような状況がすぐさまリーマンショックレベルの金融危機につながるとは限りません。しかし、東南アジアの新興国など中国とのつながりの深い国の経済、資産価格の下落圧力が高まっていくことは間違いないでしょう。中国の債務問題はこれからの世界経済にとって無視できない事柄だと言えますよね。債務残高の上昇と不動産バブルの崩壊により、一歩また一歩と金融危機への道を歩んでいる中国。金融危機といえば、先ほどお伝えした2008年のリーマンショックを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。その一方で、リーマンショックはなぜ起きたの？と疑問に思う人や、そもそも金融危機って何なのかいまいちピンとこないかも、という人もいるかもしれませんね。現在の中国経済がいかに危険な状況であるかをより理解するためにも、ここで一度金融危機についておさらいしておきましょう。金融危機とは、不況が続いた末に金融機関までもが経営難に陥り、もはや資金繰りが不可能となってしまった企業がバタバタと倒産してしまうという状態のことを言います。このままでは企業の経営が続けられない。だけどもう金融機関すらも経営難に陥っていて頼ることができない。そんな状況を想像するだけで頭が痛くなってきますよね。リーマンショックはまさにそんな金融危機の典型例とも言える出来事だったんです。当時、アメリカではサブプライムローンが普及し、住宅ブームがどんどん加速していました。サブプライムローンとは、低所得者向けの住宅ローンのこと。住宅バブルで建物の価値が上がれば、住宅の担保価格も上昇し、優遇金利に借り換えができるというのが売り文句でした。本来であればローンが組めないような低所得者でもローンを組み、マイホームを購入できたわけですから、多くの人が夢のマイホーム購入に踏み切ったのも無理はありません。しかし、住宅ブームが永遠に続くわけがないというのもまた現実。その終焉とともに住宅価格が下落し、ローン債務者は住宅を担保にして低金利のローンに借り換えることができなくなってしまったんです。その結果、ローンの返済ができないという低所得者が続出しました。そこで大ピンチに陥ったのが大手投資会社リーマンブラザーズです。リーマンブラザーズはサブプライムローン関連証券を大量に購入しており、住宅バブル崩壊とともに多額の損失を抱えて倒産してしまったのです。政府の救済も受けられず、負債総額はおよそ64兆円にも上りました。史上最悪の経営破綻という感じですよね。住宅ローンの不良債権化により、アメリカの株価は約半分にまで下落。100年に一度の金融恐慌と言われる事態になってしまったのです。その影響は世界中に連鎖し、日経平均も6000円台にまで下落してしまいました。世界中の国々が大規模な金融緩和を実施することで、なんとか金融危機を乗り切れたものの、世界中が大混乱に陥ったことに変わりはありません。また、金融危機の一例として、日本に長い景気低迷をもたらしたバブル崩壊による危機も忘れてはいけない出来事です。
1985年、ドル高を是正するために発表されたプラザ合意を機に、日本銀行は円高不況に対応するべく大規模な金融緩和を実施しました。その影響で日本の不動産価格は高騰。日経平均株価は1989年の最終取引日に3万8915円の最高値を記録しました。資産価格の上昇により日本が迎えた好景気は1986年12月から1991年2月までの4年3ヶ月もの間維持されたんです。振り返ってみればまさに夢のようなお話ですよね。しかしバブル崩壊により好景気に沸いていた日本は一転して30年不況に突入。1997年には山陽証券、北海道拓殖銀行、山一証券などの金融機関が続々と破綻するという事態に陥ってしまったのです。そしてそれに続くかのように日本長期信用銀行、日本債券信用銀行なども破綻。金融機関がバタバタと倒産していく様はまさに金融危機の典型例ですよね。さて、金融危機の例としてリーマンショックとバブル崩壊を取り上げました。ではそもそも金融危機はなぜ起こるのでしょうか。金融危機は市場価格の大暴落、金融機関の破綻、景気後退による連鎖の3つのステップを踏んでいると言われています。まずは1つ目のステップである市場価格の大暴落。株価や通貨、不動産などの市場価格が大きく暴落することで金融危機が始まるんです。市場価格が暴落すれば企業や個人の資産が減少し、設備投資や消費活動もぐっと減ってしまいます。それが景気の後退を招くというわけですね。そして2つ目のステップが金融機関の破綻です。金融危機って何？と問われればざっくりと銀行がピンチに陥ることかなとイメージする人も多いのではないでしょうか。金融機関の破綻とはそれくらい金融危機を象徴する出来事でもあるんです。住宅バブルの崩壊とともに破綻に追い込まれたリーマンブラザーズはその典型例とも言えますよね。そして3つ目のステップは景気後退による連鎖です。市場価格の大暴落や金融機関の破綻は企業の資金繰りを困難にしたり、個人の消費を減少させ景気の後退を引き起こすんです。そして景気の後退が続けばさらなる消費の減少と企業の売上ダウンという悪循環に陥り、それがやがて不況へとつながっていきます。不況はさらに恐慌へとつながり、金融機関の貸ししぶり、貸し剥がしといった信用収縮や信用崩壊を引き起こします。それが続いて大恐慌になってしまえば、先進国であっても飢餓が発生するという恐ろしい事態を招いてしまうんです。さてここまでお伝えしてきた金融危機の3つのステップ、皆さんの中には不動産バブルが崩壊した現在の中国が1つ目のステップに足を踏み入れていることに気づいた人も多いのではないでしょうか。中国が一歩ずつ金融危機に近づいているのだという現実を改めて突きつけられたようですよね。大ピンチに陥っている中国経済に対して海外からもたくさんのコメントが届いています。中国経済が崩壊するっていうのは長年言われ続けてきたことだけど、いよいよその時がやってきたかという感じだね。それなのに中国政府は未だに大きな経済対策を打ち出せずにいる。その場しのぎの対応を続けるだけじゃますます事態を悪化させるってことに早く気づくべきだな。中国の産業は不動産業を中心に回っていたと言っても過言ではない。不動産バブルが崩壊すれば中国経済が大打撃を受けるのは予想できていたことだ。不動産バブル崩壊の影響は今後もしばらく続くんじゃないかな。 GDP も債務残高もそれから失業率だって中国が公表している数字が本当に正しいものかはわからないよう、世界の中国に対する信用が落ちている今、中国に新たな投資をしようなんて国はない。中国経済の下げ止まりはあっても大きな上昇はしばらく見込めないだろうね。問題は中国が十分な資産を形成する前に莫大な借金をしすぎたことだよ。そんな状況で経済成長がストップすればすぐにお金が回らなくなる。さらなる問題は政府がそれをいまいち理解できてないってことだな。
今後しばらく中国経済の回復は難しいと予想する声や、未だに経済対策を打ち出せずにいる中国政府を批判する声も見受けられますね。不動産バブルの崩壊や債務残高の急増により、一歩また一歩と金融危機への歩みを始めている中国。これからの中国経済がどこに向かうのか注目していきたいところですね。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。